新宿区でおよそ4000年前の縄文時代の人骨11体分が発見されました。人骨の保存状態が非常によく、極めて貴重な資料だということです。マンションなどが立ち並ぶ閑静な住宅街の中でそれは発見されました。こちら現在は更地になっていますが、1メートルほど掘り進めたところで見つかったということです。人骨が見つかった新宿区市ヶ谷は、もともと遺跡などが発掘されることが多かったため、去年11月マンションの建設工事前に試し掘りをしていたところ発見したということです。人骨は少なくとも11体分で、周辺から縄文土器が出土し、地層の乱れもないことから、国立科学博物館の調べで4000年前の縄文時代中期から後期のものであることが分かりました。発掘作業に携わった鈴木さんに現物を見せてもらいました。最初見つかったもののほとんどのものが、東側を頭を向けていると、東側に頭を向けているという状況が比較的統一されているということで、そういうことも含めてある程度同時期ないしは家族関係がある可能性は考えられるんです。縄文人の特徴としては、額が現代人よりも比較的平らであることや、歯が平坦にすり減っていることから、皮をなめす作業をしていたことが分かりました。いまだにちょっと自分でも、それからあと発掘に関わった人たちも信じられない感じですけども、何十年に一度かと言われるようなものですので、非常にやりがいがあったという。新宿区でこれだけ古い人骨が見つかるのは初めてで、地元の人も興味津々です。いや、すごいなって思います。昔からこの辺は住みやすかったんだなって思います。はい、ぜひ見てみたいなと思って。はい、実物。区では今後、出土した人骨を国立科学博物館に移して修復作業を行い、血縁関係や復顔などの調査を実施する予定です。